こんにちは、ベンジです。バイオハザードの続きをやっていきます。今回ね、多分ボスと戦うんで、ちょっと万全のちょっとショットガンの弾まで持ってくと、ちょっとハーブ、途中でハーブ拾っていきたいから、ちょっとこれでいこうかなと思います。あ、これちょっとリロードしとこう。 OK、 行こう。多分2階の右下、この何つったっけ、スティーブだっけ、スティーブが、なんで、お前どっから湧いた、許せねえ。くそ、外した。階段だ、分が悪いか。うわ、ひどい。クリムゾンヘッド、まずクリムゾンヘッドを迎え撃つ。いた、何本食らっても大丈夫だから、ここなら。俺にはレベッカがいいんだから。お、逃げた。じゃあそこは無理。マジ強い、死んでねえぞ。死んだ。死んだね。はあ、レベッカちゃんさ、薬品に限りがあるって言ってたけど、何回までできるんですか。大丈夫ですか。手当てしましょうか。お願いします。こんなすぐ回復できる場所にあいつ置くと。あれ、ムービー出た。最後の薬です。え、何だから無茶しないでください。本気で言ってんの。気をつけてくださいね。もうそれだけで回復するみたいなところあるけどね。レベッカに応援されて。3回、それハーブの群生と一緒だぞ、レベッカよ。いいのかそれで。じゃあ気を取り直していきましょうか。ここにいる。ふい、一回こうフェイントかますとね、もう攻撃できないっていう可愛いところあるんで、あいつらは。もう普通のゾンビが可愛く見えてくるね、ああいうキモいやつが出てくると。ごめんごめん、舐めてた。それはね、俺が悪い。お詫びに2回刺しといた。これからボスと戦うかもしれないっていう時にね、こんな食らってる場合じゃないんですよ。そこを降りてだっけ。あ、違うな。どうやって行くんだっけ。あ、違う、降りない降りない。ここのクリムゾンヘッド倒したよね。倒した。確か。ここで。これを拾っていきたいのよ。で、今黄色か。使っとっか。いや、なんか持てなくなったら使おう。ボスじゃないっていう可能性大いにあるからね。ここ。いや、でも明らかボスだよね。もうショットガン装備しとくわ。うーわ。赤だった?ちょっと、何のために赤だわ。無駄なことしたなぁ。縦の鍵だと?
鎧の鍵もまだ6に使ってねえのに。ほんじゃあ、楽譜揃ってるから、いや、わかんねえ。足りてるの、いや、足りてるでしょう。楽譜そんな何枚もね、用意するってことはないと思う。月光の楽譜ね。あれがですね、取ってないことになってんだよね、今。どこだっけな。そこかな。なんかね、これ東側は鎧の鍵使うところがいっぱいあったはずだから、アイテムボックスはまだいいか。ハーブ使って1個は開くからな。レッドハーブだと？ここ来てねえな。初めてだよ。え？なるほど。こっちが閉まってると。ああ、古い鍵か。なんか、曲が、穏やかじゃないんだけど。いや、何その視点。いやいや、ここになんかあるだろ。インサートファーストエイドキットケース。ああ、緊急スプレーが入ってんじゃない？中に。あ、なんか落ちる。古い鍵ね。わかったよ。ベッドを横切るように足跡が残っている。じゃあ、いるよ。あ、インクリボン？取れないよ。すごいなんか雰囲気あるね。そのカメラワークもすごいしね。調達してすぐ使う。あのベッドの下にゾンビいると思うな。さっきのアクアリウム容器に虫の死骸がたくさん入っている。うわ、とりあえず取らない。うわ、ここも。蜂のルアー。ルアーと標本を交換するのか。はい。何も起こらない。2個アイテム欄空いてないと無理だよね。生物学のレポート。読め読め読め。あ、鍵付きのケースね。針。なるほど。2マスで足りるこれ。とりあえずアイテムボックス近くにあるんでね。いやー、持っていくのはどれだ。レッドハーブではないと思う。ただここが終わったら開くから、でそれ取ったら下からゾンビが出てくると私は読んでいるんで、インクリボンを持ってきます。ゾンビが出てきたらすぐ逃げれるように。あの未来の話ね。そこの生物オタクの部屋終わってからね。 OK。 いや、ゾンビ倒してるところは本当あれだね。なんかあったって今そんなんなかったと思うんだけど。何ですかあれ。え、緊急スプレー置いてあるよ。え、マガジンも置いてあるよ。え、なんかいっぱい置いてあるよ。誰の仕業？もしかしてスティーブ助けたからか。ありがとうっつって置いてってる。可愛いとこあんじゃん。多分ありがとうって書いてると思うよ、あの手紙。ショットガン弾、
いいやつじゃん。違ったらどうしよう。セーブはしてないけど、まあ大丈夫でしょう。右の部屋に弾丸を置いておく。私は先に行って脱出経路を探す。ウェスカー？ウェスカーかよ、ボス。いや、緊急スプレー持ってきちゃった。ボス、大丈夫だったんですか？っていうか、顔くらい見せろよな。こっちが、いないうちに、うろちょろしてさ。なんだっけ、ジル、ジルだっけ、女の子、ジルも連れてってさ。ここか。まあ2つ空いてりゃいけるでしょう。あの標本とルアーをまず交換するから。いや、まあいいか、何億かすれば。とりあえずここはこれで済ませられると思うんだ。え、こっちもあるよ。あ、これ針ね。とりあえずこれはこうでしょう。針はついてない。なるほど。オッケー。ちゃ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 、まず君はここだ。ほんでこれ組み合わせだ。おう、ルアー完成。あー、違う違う違う、ほい、これでいいんじゃない。取らない取らない。はい、オッケー。エンブレム1回かそれ。ちょちょちょ、キラー B がやめてくれやめてくれ。踏め、バカじゃねえな。ウィンドクレスト、ここまだ赤いんだけど。よっしゃ、アナフィラキシーショック起こしちゃうって。死んだ。あ、そっか、鍵付きの。おお、と見るとある研究員の遺書、手紙が挟まれている。僕の愛しいアルマへ。この手紙が届いたということは、僕はとっても喜ばしいことであり、そして悲しむべきことでもある。あのサングラス野郎のせいで、君と電話で話すことすらできなかったんだ。アルマ、どうか落ち着いてこの手紙を読んでほしい。僕がある製薬会社の研究所にスカウトされ、そこに移ったことは前に話したと思う。実は先月、その研究所で事故が起こって、研究中のウイルスが漏れ出してしまったんだ。ウイルスに感染した僕の同僚はみんな死んでしまった。いや、正確には死んでいないかもしれない。なぜなら彼らは今も歩き回ることができるし、現に何人かが今僕の部屋のドアを叩いている。でも彼らの瞳にもはや知性の光はない。あの呪われたウイルスは人間の脳から人間らしさのすべて、愛も喜びも恐れもジョークも永久に消し去ってしまうんだ。そしてアルマ、君と過ごした日々さえ。そうなんだ、僕は感染している。あらゆる手を尽くしてみたが、症状の進行を数日遅らせるのがやっとだった。君が僕の中で日に日に失われているのが僕には何より耐えられない。だから僕はこのまま生ける屍になるよりも安らかな死を選んだ。1時間後には僕は二度と目覚めることのない眠りについていることだろう。
君がこの僕の決断を分かってくれることを切に願う。さよなら、君を永遠に愛するマーチン・クラックホーン。でも死んだとしてもさ、よし青くなった。死んだとしてもあのゾンビにはなるんじゃねえのかな。風をかたどった絵が刻まれている。クレストっていうのがこのエンブレムみたいなやつのことを言うのか。そしてこの鹿何？このすごい主張してるんだけど。傷？腐ったやつらの仕業ではないような。ん？何？どういうこと？引っかいた傷。まずはそれを取るか。ゾンビ絶対下から出てくる。え、出てこないんだけど。でもまだ赤いね。え？そのまま使えんのこれ。ああ、来たわ。だよね。緊急スプレーを入れろって書いてたもんだって。何もないね。ベッドを横切るように足跡が残っている。上ってこと？ベッドの上にあるっていう意味？誰かが急いで何かを持っていた形跡がある。へえ。あ、なんか落ちてた。ハーブね。ああ、ちらっと見えるわ。この炎がちょっと揺らめくと見える。ま、とりあえず。じゃあここで強ハーブを作れるってことだ。2つ空きがあればね。で今また空きがないんで、うわっやべ、よし、こいつスティーブ、何スティーブ、何だ今の手紙書いたやつか。研究員みたいな風体をしてる。まだ死ない。やべ、よし、死んだか。死んだ。今なかなかスマートな戦い方だったんじゃないかな。結構ちょこちょこ動いた方がいいね。止まってバンバン撃ってても自利品になるんで、ちょっとねかわしながら、それが大事だね。これから蛇と戦うことはもうほぼ確定してるわけだからね、そういうのを考えとかないとね。緊急スプレー2個もある、いいね。でもレベッカもう直してくんねえんだもんな。楽譜持ってっか。楽譜ピアノある部屋にたどり着きたいんだけど、多分東側のどっかだとは思うよ。その奥かな。もうね、どこが何の部屋とか全然覚えれない。ここ入れるもんね。いや、ここじゃないわ。ここ地図のとこだよね。下？あー、そこ入ってないけど、そんなとこ行ってないな。いや、全然わかんねえ。とりあえず鍵かかってる部屋に行っ
てみるしかないかな。あれかな、窓トントンゾンビくんがいるところ。いや、そこ違った気がする。え、ドアノブが壊れてる。ついに行かれたか。マジ、そこぐらついてたもんね。いや、だるー、それ。いや、そんならさ、ここ超来にくいから、さっきのハーブ取ってくるわ。ああ、ここちゃんと綺麗になりました。で、組み合わせるっていうのはこういうことです。調合したハーブ、グリーンとレッドを調合したもの。うん、これが大回復ですよ。緊急スプレーは中かな、強かな、なんか中のような気がするな。ただ今の減り具合は多分小で、グリーンハーブ1個で賄えるくらいだと思うから、ちょっとね、今ある回復アイテムを使うのはもったいない。これは大事にしまっとう。さて、あー、一方通行マーク書かれてるね、あそこ。ピアノどこだったかな。あ、西か、西。あ、わかったわかった。西の、左の真ん中じゃん。 OK。 じゃあ次回楽譜も持っといて、次回その楽譜をね、でセーブはここでしといて、楽譜を持って、でピアノはクリスは弾けないからどうするかっていうところを考えていきましょう。私はね、もう知ってますけどね、もうそこだけは覚えてる。はい、では今日はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。